やー長かった、めちゃくちゃ長かった。約丸2日間えやー着いた着いた、多分ここだ、ここで合ってるはずやね。あーいやマジで長かったあ疲れたないいよな。そうそうそう、ドン・キホーテがあそこにあるからここでやってる。到着いたしました。これほら到着しました。板がいいけど、ああほんまにしんどかった、はあはあ、じゃあ今から読書感想文やな。どうも、長かったね、ほんまに長かった。なんかほんまでも長かったけど、一番残念やったのはやっぱ10時までに着かへんかったっていうことが一番残念かな。間に合わなかったことかな。あとはね、特にあとは特にないかな、ショックなことって。うん、なんせ俺今回めっちゃ今しんどいけど、やってよかったなと思ったんが、みんなの差し入れを、結構映像にも残してない人とかもいるんやけど、例えばご当ゆるキャラ、ご当地のゆるキャラが来てくれたとかもすっごいよね。あれだってその詩のキャラクターなわけよ。それが俺に会いに来たってすごない？そう、それが俺に会いに来たってほんまにすごいことやと思え。あのゆるキャラも可愛かったしな。でその後も言ったら水とかおにぎりとか差し入れしてくれて、いやあれマジで感動したな。しかもなんか必死に押してるから何も聞こえてないねんけど、急にパンって聞こえんねん。エリアンとかヨシカーンとか言ってみんなガーン言ってきて、俺なんか必死やねん、もうずっと走ることが、歩くことやったり走ることでもうガーってなってんのに、一気に力抜けてめっちゃリラックスできて、なんなのだからめっちゃリラックスできたの。あれでかかったな。結構リアルな話していい？着いたって感じがせえへん。ほんまにここで合ってるんかなっていう。でも合ってると思うけど。ごめん。俺が頭回ってないわ。閉められへん。どうしよう。なんかもっと言うことあるはずやんけど。あ、今バカ足臭い。あとなんやろな。あ、水ぶくれマックス。あとなんやろな。あ、指の爪汚い。あ、だから突っ込むやつおらんから、一人でボケて一人で突っ込むのか。今回挑戦したことってやっぱりそのもう経緯はやっぱさ、強くなりたいからいろんな選手のいる道場のところに突していって、スパーリングやってもらって強くなっていくっていうストーリーやねんけど、だから今回に関してはほんま第1回目やから、やっぱ気合い入れたいなと思って、こうやってもう俺多分100キロ以上走ってる、歩いてるよね。100、150とか普通に行ってさやね、うん、でその距離歩いて、なんか歩いてる道中もすごい悩んだよね、やっぱり悩むっていうか、やめたいっていう気持ちがすごいあった。
しんどいし、もうマジで何やろ、ほんまには思ってないで、やめたいのはやめたいけど、絶対やめへんっていう気持ちの方が強かったけど、なんか場面場面でやっぱ弱い自分がめっちゃ出てきてんな。そのたんびにあ、今がチャンスなんやとかと思いながら、多分試合とかでも一緒やと思うね。追い込まれた時にやばいってなってる時の気持ちと同じような気持ちになれたから、なんか今回ってほんま時間の無駄って言われることも多かったけど、俺にとってはすっごいプラスのことやと思っててね、10万人のライブ配信した時みたいな気持ちやね。ファンがめっちゃこまめに連絡してくれて、俺のおもんないな一人のインスタライブとか、じゃあ TikTok ライブとか見に来てくれて、ずっと見てくれてる人もおったし、なんかそういう愛って言ったらいいんかな、そんなを今回もめっちゃ感じれたんで、マジでやってよかったなと思います。で、明日になってマジでやらんかったよかったっていうぐらい筋肉痛きてると思うんですけどね。この経験マジで大事だったと思う。なんかいっぱい繋がった、怖い思いもしたし、暗闇でナビ通り行ってたらさ、もう3階やで、3階行き止まりの両サイド霊園のところに連れてかれて、バリ怖かってんけどそれ以降の話はなんかまた別枠でしようか。なんか見た、これ見たとか言ってもさ、みんな信じんやん。あ、もうやめよう、なんか話それまくる。やっぱ俺話下手やわ。もうアメミどうしたらいい、ちょっと考える時間ちょうだい。そうやな、うん、わかんない、歌も頑張ってない。うん、ってことでおしまい。なんせみんなほんまありがとう。なんかすごい嬉しかった。 DM とかもすげえくれたしね、みんな。 DM もそうやし、なんか正味一人でな、寂しかったし辛かったけど、なんか差し入れが届くたんびにとか、ライブ配信するたんびにめっちゃ元気になって、それがあったからなんかいけたかなと思った。今回はその合間合間でなかったら無理やったって感じ。多分俺死んでた。だからほんまそう、みんなには感謝やな。この挑戦って絶対俺一人やったらできてなかったと思う。なんかすっごい自信はつくよね、これ今回。なんかじわじわしてきた、ポカポカ。なぜ、ほんま皆さんありがとうございました。次は僕がこれで強くなっていったらいいだけなんでね、あとは任してください、もう僕に。今んとこ有言実行やからね、全部ちゃんとやりきってるんで、これからもね
やっていきます。ということで皆さんありがとうございました。本当にで今からは僕はこっから大阪までヒッチハイクで帰ります。ヒッチハイキングどちら、ヒッチハイク、ヒッチハイキングどっちかで帰るんで、僕はこのままじゃ終わんないんすよ。今からがしんどいんすよ。これ捕まらんかったら僕永遠このまま寒い状態でしんどい足でおらなあかんからね。じゃだからちょっとさっさと行ってきますわ。じゃあありがとうございました。